皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室経営は人間力が9割、これからの教室業もコミュニティ運営ということについてお話をしてみたいと思います。ちょうどこちらの動画を撮っている時っていうのが、コロナウイルスのことで、世間がいろいろといろんな形で状況が変わっている時にこちらの動画を撮っているわけなんですけれども、教室業っていうのも、その教室の先生によっていろいろ状況は変わるんですけれども、いろいろ見ている中でですね、予約がピタッと止まる教室と案外そうでもない教室っていうのがだんだんこう様相が見えてきてるっていうような状態です。で、これは普通の、いわゆるサービス業レベルのところでもものすごく大打撃を受けて、全然お客さんが来なくなってる、サービス業のところとそうでないところと二極化しつつあるっていうのを感じているんですね。で、じゃあそのポイントは何なのかっていうのを考えた時に、ネットビジネスであろうとアナログの店舗ビジネスであろうと、人間力かなっていうふうにやっぱり思っているんですよ。なので、本日のテーマは人間力が9割ということで、コミュニティ運営に教室業も多分シフトしていかなくてはいけない時期になっているのではないかなと思いまして、今日はそんなお話をしてみたいと思います。まずですね、そのキャンセルが続いて全然来なくなっちゃう教室と、そうとはいえなんとかね自営をしつつ自分たちで注意もしつつそれでも先生に会いたいし、自分で家にねそのままいるだけでもこう気分がめいってしまうから、行きたいとかいう気持ちがあって稼働している教室もありますし、あとはやはりその教室業の中でも対面じゃなくてもできる、切り替えてできるっていうことができる業種とかもあったりするので、そういったところはオンラインに切り替えることによって生徒さんに納得してもらってやってる教室もあります。いろいろ対応は様々です。で、その時に例えばオンラインに切り替えると言った瞬間に、例えばもうだったらいいですっていうことでキャンセルになるようなケースとかもあれば、いやそれはそれでまたこういう時じゃないと経験できないからっていうことで面白そうっていうことで生徒さんがそのまんま来てくれるとか、食べ物系のところはね実際に食べられないので辛い部分はあると思うんで先送りっていうことには必要なのかもしれませんけれども、全ての業種業態がキャンセルで打撃が続いてるというわけではないんですよね。その時に何がポイントになってるかっていうと、先生との信頼関係とその教室自体がその生徒さんが好きかどうかっていうような部分が結構大きいのかなっていうふうに思っているんですよね。ありがたいことに私のクライアントさんの先生のところ、数人ここのところセッションとかさせていただいてるんですけれども、そのコロナだから減ったとかそういう形でやってる先生は少なくて、確かにキャンセルとかはあったりはするんですけれども、変える代替案を先生が出すことによってそれで皆さんが喜ぶということで収まるケースとかが多いんですよね。ここがやっぱり長年やられている先生、長年やられてるっていうことは信頼関係の構築がやはりちゃんとできていて、来ている生徒さんたちをきちんとメンテナンスできていたっていうことがこの段になってはっきり明暗が分かれるかなっていうふうに思いますね。だからリピートがついていない先生のところは当然新規も今入ってこないですから、リピートの方もつかないっていうような運営をしていたとすれば、そちらの方は当然続かないわけで収入ゼロになるわけですよね。だけれどもリピートがつくような形できちんと教室運営ができてた先生っていうのはそこまで大きな打撃を受けてない。で、サービス業も全く一緒で、普段からお客様との距離が近い、お客様のことを考えながら、運営ができているようなサービス業の店舗の方っていうのはそこまで大きな打撃がない。
イメージがありますね。例えば私も先日カットをするのにヘアサロンに行ってきたんですけど、近所ではありますけどもうずっと十何年通ってるところなんですけども、そちらの方で話を聞いた時に、確かに時期が3月だから、3月 の、その卒業式の着付けとかそういうのがバーッと入るのは確かに少し今年は少なかったけれどもっていう、いわゆる髪の毛を切るとか、そういったこう定例で来てる人たちはそんなに変わってないっていうふうにやっぱり言ってましたね。ただその当然卒業式のそこが多少はっていう言い方をしてたのは、ということは着る人がいるんですかって私が伺ったら、式自体はなくなっちゃったけれどもやっぱり記念に残したいからっていうことで着付けとヘアのセットですね、それはなんか入ってきてるっていうふうに言ってたんで、全部が全部全てキャンセルになるわけでもないなっていうのも、実際にそういうところを聞いていても思ったりする部分なんですね。ですから教室運営の部分でいうと、もちろん集客っていうところで関して言えばネット集客とかっていうことで入り口、来てもらうっていうきっかけを作るために、皆さん、私も含めてですけれども動画を作ったりブログを書いたりインスタ頑張ったりとかっていう、そこは集客の入り口になりますよね。だけれども一旦お客様になった方をその後どれぐらいこうワクワクしてもらって、その教室って楽しいって思ってもらって、ロイヤリティ忠誠心っていう言葉で言うんですけれども、そういう感覚をずっと持ち続けてもらえるかっていう努力をずっとしてたかって、メルマガの発行とかも含めたりとか、あとイベントですね、いる生徒さんにとって教室と関係ない部分でもイベントとかでつながるとか、そういうことができてるかできてないかとかって、あと季節のお便り、はがきでも構いません、年賀状でも構いません、それもトイレイベントの年賀状じゃなくてですよ、ちゃんと、その方に合わせた内容での年賀状だったりとか、得意な分野皆さんそれぞれいろいろあると思うので、要はつながっていることができていたかどうかっていうのがこの時期に明暗がはっきり分かれた要因だなっていうのを感じているんです。で今までの感覚から言うと、教室業の先生っていうのは生徒さんが見つけて、来て申し込みが入って、で技術欲しいと思ってる技術を教えればそれでよかったんですよ、10年くらい前までは。だけれども教室がものすごく増えてしまって、比較できるようになって、情報も共有化できるようになって、ネット、ウェブ上で探しても Google とか Yahoo とかで探してもいいですし、 YouTube の中の検索っていうのも非常に今できるようになってますし、 Instagram の中で検索っていう、そういうこともできたりする中で、教室業とか一口に言っても、例えばパン教室に通いたい、お菓子教室に通いたいって言っても山ほど出てくる情報が、その中で選んで選ばれてやっと来るっていう状態になるので、その接点があった場合にその方とやっぱり長期的に付き合えるように、していく、提供ノウハウだけでは多分通じない世の中になってきちゃってるですよね。その先生自体に魅力があるとか、その教室自体に通うことがノウハウ以外のものとして何かいいことがあるという教室でないと、多分今後はあまり通われなくなってくるのではなかろうかっていうふうには思うんですよね。で、その上ではどういうスキルが今度必要になってくるかっていうと、生徒さんを巻き込んだ形でのコミュニティ運営っていうのが今後必要になってくる指針になってくるんですよね。じゃあコミュニティ運営ってどうするのっていう話なんですけど、習っている生徒さんたちの参加者リストっていうか、先生持ってますよね、それね。で、その方たちに対して何かを発信する時とか、あと教室のビジョンを示すとかっていうのを自分が自らその発信していくってことをまずやらないといけないですよね。で、その教室に通ってくれている人にとって、どういうメリットを
まあ、ベネフィットとも言えるんですけれども、を提供する教室なのかっていうことを、口頭と、あと態度とか実際のイベントで示していくっていう必要があります。で、これは今言われたから今やって最後終わりっていうものじゃなくて、継続的に発信し続ける必要がある内容になっています。ですので、長期にわたってそれをやり続けるっていうことが必要になってくるので、通常の、教室で通ってくれてるからスキルを教えますっていうもの以外のスキルが必要になってくるっていうことですね。で、その際にこれは集客の時にもおそらく必要になってくる考え方なんですけど、似たような属性の人を最初から集めておく必要があります。要は幅広く集めると集客が楽になるんじゃないかっていうことで幅広く集める方とかいらっしゃるんですけど、そうすると中身がバラバラになっちゃうので、欲しいサービスと欲しい内容と達成したいことがみんなバラバラなので、そのサービスを全て網羅するって無理なんですよ。っていうことは、コミュニティ運営っていうことを考えた場合には、ある程度属性とか欲しいものとか欲しいノウハウとか向くべき方向とか、これが共通している人をもともと集めておく必要があるということです。その方が長く続く要素になりますね。で、もう一つは、あとは先生からその生徒さんへの一方通行の発信だけじゃなくて、メンバー自体が交流できるような場所、もちろん交流嫌いな方もいらっしゃる場合に無理に参加していただく必要はないんですけれども、その先生っていう一つの思想がそこにあって、そこに集まるメンバーっていうのは自然と仲良くなりがちというか、なれるような団体だったりするんですよ、もともと。まあ、例えば私の場合だったらパン教室があった時には、こういうパンが好きっていう層の人たちが集まってるわけですよね。少なくとも機械語ねっていう共通の話題があるし、天然酵母とか酵母大好きみたいな共通の話題もありますし、年齢層ももともと50歳ぐらいを私はメインターゲットにしていたので、そういう年齢層も近い方たちが集まっているっていう、まあ、そういう場だったので、そうすると似通った人たちが集まると、まあどちらかっていうと、うちの教室のクライアントさん、生徒さんは酵母好きな人が多かったですね。酵母好きな人が多かった。あとはシンプルな味のパンが結構好き。この後酵母でパンの味が変わっていくみたいな、そういう味が好きな人が結構多かった。で、それに加えて私が割と成形に凝ったパンを多めに作っていたので、そういうものも手を動かして作っていくのが好きっていう、そういう人がね結構多かったんで、分かりやすい団体を作ることはできていましたね。で、たまに大きなイベントとかを作ってみたりとかですね、ご希望のイベントでも皆さんが交流できるようなそんなものとかを作っていけるといいですね。ですから、そのコミュニティも単なるメルマガ出してるようだけじゃなくて、もう一歩深く入ってきてもらえるような仕掛けを先生がする必要があって、で、かつメンバーの皆さんも楽しく動いてもらえる。だから先生だけが動く必要なくって、みんなで動いていくっていう、何かそういうものを作っていければいいのかなというふうに思ってます。今私の方で運営している、女神のティーサロンっていうのがあって、月額会員の人たちがそこにいるんですけれども、結構定期的に私の方でイベントを開催していますし、定期的に皆さんが交流を持てるような場を持っていて、そこでまた皆さんが仲良くなって、知識と情報の交換でよりいいものを作っていくっていう、そういう場になっていて、非常にうまく回っています。ですから、今すぐでなくても構わないので、今後の教室の運営においては、コミュニティ運営っていうのも一つ課題として考えていただけるといいかなっていうふうに思っています。本日のまとめです。教室経営は人間力が9割、これからの教室業もコミュニティ運営ということなので、単なるノウハウを教える場だけではなく、集う人たちがそこに集い、かつ横のつながりも持つことができて、楽しい、作りになるようなことを先生が率先してやっていく、
そういった人間力のある教室がこれからは残っていく方針になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。